今月から新企画始まるざんすよ。ショスケチャンネル。皆さんバナジーどうもショスケです。ラッキーみんな元気してるってだけで、さあ、今月からですね、もうシーズンも佳境、もう優勝も決まっちゃったんですけども、あの今回からですね、その節の、J1、J2、J3 とね、まあ、レビューの方していきたいなと思うんですけども、ちょっと、まあ、といって今週はかなりの過密日程なんで、今回は J1 でお試しでやらさせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。てなわけで、まず、川崎フロンターレの皆さん、2年連続、J1 優勝おめでとうございます。いや本当ね、あのフロンターレさんが優勝するっていうのは本当なんだろう、まあ、我々としてもすごく悔しいって気持ちもあるんですけど、本当誇らしいっていうか嬉しい気持ちもありますし、うん、本当ただね、これでさらに来シーズン以降も、来シーズン以降もっと厳しい目を向けられるわけになるんで、まあ、もちろんまだまだ今シーズン残り4試合あるんですけど、どういう戦いをするか、うん、すごい見ものになってくると思うんで、それこそ、ね、フロンターレはもう来季に向けての、ね、戦い方 ACL もあるし、もうまた苦しいシーズンを迎えると思うんですけども、それの中でもね、まあ、もっともっと回していけるようなチームにもちろん大丈夫と思うんだけど、うん、そういう部分で見ていっていただければいいのかなというふうに思います。というわけでまずこの横に今節の、結果が出てると思います。1枚目2枚目と出てると思うんですけども、今節はこういう結果になりました。まあ、まず1試合ずつね、ちょっと軽く、おさらいしていきたいなと思うんですけども、まず川崎フロンターレ対浦和レッズ、まあ、フロンターレ優勝を決めた一戦1対1の引き分けなんですけども、まあ、両チーム、ハイライトを見た上での、まあ、話になるんですけども、まあ、正直、まあ、この試合本当両チーム、まあ、決め手を欠いたっていうか、最後のその、まあ、決めきんなきゃいけない部分で決めきれなかったっていう部分はあったんですけど、まあ、まずね JGA の、まあ、爪、あそこに関しては正直浦和の選手たちのボールロストしてるし、うん、まあ、あそこあやっちまったかって感じも正直感じはありました。であそこでね、まあ、混戦になった中で最後、まあ、ジェジェが詰めるんですけども、そのジェジェが詰めるところで完全にもうあれディフェンス陣がボールロストしてるんで、そうあれで正直で一つショルツが少し落ち着ければまた話は違ったと思うんで、うん、そこはね、まあ、ただ、俺いつも動画で言うんですけど、得点には必ずその流れだったりと経緯っていうか、そうあるわけで、まあ、そのこのゴールにもやっぱり、まあ、あるんで、うん、その流れっていうか、そうあったんで、まあ、そういう部分なのかなというふうに思いました。でその前に浦和もね本当すごい詰めてほしいシーンあったんだけど、あれはね決めきんなきゃダメよ、うん、あれは本当決めきらないと、浦和は本当決めきんなきゃいけないっていうシーンが俺の中で見て2つあった、ハイライトでも。その一つが前半の、押し込んでるシーン。あれは、本当決めなきゃダメな場面だし、本来の浦和だったら決めてたはず。うん、で、もう一本が江坂が抜け出して、当たればっていう部分だったんだけど、あれちょっと足伸ばすタイミングちょっと遅れちゃったかなって感じ。まあ、それも難しいんだけど、うん。もう、まあ、そう、縦から出てきたボールに対して足を伸ばすって、伸ばせばいいだけ、当てるだけじゃんって思うかもしれないけど、縦から来てるボールだから前に行くのよ、当てるの難しいのよ。だからだけど本当江坂もすごく悔しそうだったけど、よく足伸ばしたなと思って、そこは本当認めてほしい。で同点ゴール酒井宏樹のシーンなんですけど、あそこもよく打ってね、まあ、キーパー弾いたところ最後しっかり、まあ、ヒロキ詰めたなと、まあ、一応痛んでましたけども、まあ、試合終わった後もちょっと痛んでるのかな。ちょっと裏のファンサポーターの皆さん、ちょいつもね僕に対して低評価ばっか押すんですけど、ちょっとヒロキが気になるんで、もし現地にいた人で知ってる人いたら教えていただければ、ダゾーン見ろよっていいかもしれないんだけど、うん、ダゾーンじゃそこまで詳しく細かくヒロキ映さないから、
そうほら代表のこともあるし心配でもあるんで、もし知ってる方、見てた方いらっしゃったら教えてください。でまあけどね、フロンターレのシュートに対してちゃんとね、シュンちゃん、そう西川選手ちゃんとコース読んでるんだよねしれっとコース読んでるから、そうだからそういう部分でもやっぱりね西川周作のうまさで出てたと思う、うん、正直この試合ね西川周作見てて、うん、ぶっちゃけ A 代表選ばれてもおかしくは、まあ、年も年だけどなと思ったけどね、はい、まあ、1対1、トトではトトの結果は0という、川崎と浦和の試合になりました。で続いて、横浜ルマルス対ガンバ大阪、0対1でガンバ大阪勝ったんですけど、この試合なんですけども、まあ決定機を、まあ、で前野さんとしては勝たないと首の皮一枚で優勝の可能性がっていうゲームだったんで、相当選手たちの中で、要はもう2年前のあれよね、うちらの状況よね、になったと思うんです。かなりもう勝たないといけないっていう絶対的な状況の中 で、でしかも相手がやっぱり今その残留争いしてるガンバさんで、だから前のスターガンバって何かしら起こるっていうのをふと思い出したんですよ、うん、そう横国でそうマンノスガンバは何かが起こるっていうのをねふと思い出したんですよ。でまあ見てて、まあマルコスジュニアのフリーキックやらレオセアラのオーバーヘッドやら、まあなんだろう、見に来てる今サッカーやってる子たちとか、本当サッカーマジで好きな人とかはもうこんなのいろいろね、最後ほらガンバのね倉田修が最後詰めてね決勝ゴールになりましたけど、ああいうのも含めてなんかここまですっごいも見せてもらっていいのみたいな、そうなんかすげえ羨ましい限りなゲームになったんですけど、まあ倉田修のゴールに関しては本当まあしっかりうまく詰めたなと、まああそこもう一人いたんでガンバの選手が、うん、本当そこの前で詰めたんだよね、合わせたんだよね。そうだあそこ多分高岡にしろそう誰が来んのっていうところで倉田かーって感じだったと思う、うん、そうまあ本当まあ倉田もナイス合わせたし、まあ一つ苦言を呈せば勝ったガンバの宇佐美くん、あのホームランは何ですか、はい、まあ多分本調子には多分ほどほど遠いんだろうな、まあ、そろそろ本調子の宇佐美貴史をもう一回見たいけど俺は、うん、そう本当ね、ほらずいぶん前の大久保市でやり合ったじゃん、あの頃から結局何も俺はぶっちゃけ変わってないと思うから、本当変わるなら今やぞ本当に、うん、期待してるからいうわけだから。でマリノスに関してなんですけど、まあ、やっぱり、まあ、守備面でやっぱり疲れが出てしまってるのかなっていうのが、まあ、正直なところかなと、うん、そうで本当レオセアラ、マルコス・ジュニオルとか前田大然も含めて今日この先発した3トップ2トップエーベル、レオセアラ、前田大然の3トップにマルコス・ジュニオルの、まあ、マルコス・ジュニオルがトップ下に入ってたんだけど、まあ、この4人しっかり動いたし、大木春のね、ミドルもあったし、うん、ただやっぱり、まあ、チアゴとサネトだけじゃやっぱり守りきれない部分もあるよなってのは正直なところだね、うん、まあ、ただ、まあ、サブ部分はね本当豪華すぎるメンバーだし、小池隆太、杉本健裕、中川に水沼に天潤と、まあ、木田もいるし、うん、もしこれ一回変えるんであれば、うん、やっぱり頭に前田大然で左エウベル右中川っていうのももう一回リセットして試してみるのもあるかもしれないねそう結局水沼コータっていうオプション今ベンチになってるけど、コータってやっぱりスピードっていうのもテクニックの方が重視だから、でスピードにテクニックを兼ね備えているのがやっぱ中川なわけだから、やっぱり中川がちょっともったいないかなっていう、うん、まあ、もちろん途中から出てきてね、残りの時間フルで動いてくれればそれはもちろん、まあ、面白いことはないかもしれない、まあ、面白いと思うんだけど、
うん、まあ、ちょっとこういうところかなと、うん、まあ、ほんと時節が怖いです。で続いて FC 東京と清水エスパルス、4対0 FC 東京の勝利、トトでは、1で、すみません、さっき言わせたんですけど、マリノスとガンバ大阪は2になりましたね。はい。で、FC 東京と清水エスパルスのゲームなんですけども、まあ、4対0、まあ、まあ清水の守備がちょっとね、まあ、前半から、まあ、僕現地で見てたんですけども、まあ、前半からちょっと守備の部分で、まあ、結局まあはまんなかったかなっていう感じが、それがそのまま90分、もちろん後半ね、FC 東京の失点を1で抑えたっていう部分は、まあ、評価という形もしていると思うんですけども、やっぱり4失点してしまっていると現状で、まあ、残留争いからもなかなか抜け出せずにいるっていうのもあるん で、 でメンバーはいいんで、そこのところもうちょっとうまく使っていければいいのかなと思います。まあ、本当ね、試合前にちょっといろいろと、アクシデントもあったみたいなんですけど、結局それもタラレバで結果論になっちゃうんで、まあ、出てる選手たちがしっかりやってくれれば、うん、と思うし、あとまあ個人的にまあ原だったり、まあ、今日先発で出てきたまあ中山だったり、まあ、こういうところがちょっとね、うまくはまんなかったかなっていうのもありました。というわけでこの試合は、トットでは1となりました。で続いて、横浜 FC 対サガン鳥栖の試合、0対0なんですけども、まあ、この試合、まあ、鳥栖は正直あと一歩だったなっていう感じ、ハイライトを見ると、まあね、横浜 FC ももちろんあと一歩ってシーンもあったんですけど、まあ、結局その最後の一歩っていう部分の決定力っていうのが、まあ、出たなっていう感じのゲームでしたね。まあ、しっかり、まあ、押しつければっていう部分でもなかったし、まあ、ただ一番なんだろうな、トス一番惜しいシーンあったじゃないですか。まあ、あのシーンに関して、まあ、ブローダーゼも前出すぎてたっていうのもあるし、まあ、ただ少しずつ、まあ、横浜 FC でいうとブローダーゼが少しずつ J の水に少しなり始めてきてるのかなっていうのはありました。はい。まあ、そういうのも含めて、まあ、少しずつ前に前に向いてきてると思うし、まあ、本当あとね、まあ、最後、まあ、アルトゥールのミドルも惜しかったしね、本当、まあ、カズマから最後アルトゥールが、まあ、あれは多分、これは一つサッカーやってる人なら分かると思うんだけど、シュートを打つ時の軸足の位置ね、そう、軸足の位置、あれが若干外向くだけでもシュートは外に来ますから。なんでしか軸足意識すること。ね。そこ、例えばよく言われると思うんですけども、ちゃんとその軸足、シュート方向を向けてしっかり立てる。それ、一番、意識していただければいいかなというふうに思います。まあ、あとね、まあ、やっぱ坂井の弟はすげえな、幸福は。ね。なんだろうね、神戸に豪徳がいれば鳥栖に幸福がいるね、鳥栖には弟がいる、覚えておいてやってくださいね。ということでトトの結果は、0でございました。で続いて、徳島対セレッソ、0対1セレッソのゲームなんですけども、前半ね、加藤ムスキがしっかりと詰めたゴールを守りきってのゴール勝利となったんですけども、ま、このゲームを、語る上で上福本の活躍はもう光ってたなと、もう多分今節で一番上福本がまあいいセーブを見せてたんじゃないって言っても過言ではないよなって思います。で、もう本当もう何度、まあ、もう失点したかっていう、失点したかなっていうシュートもあったんだけど、そこもしっかり弾いたり、しっかりセービングでセカンドボールの、ね、動きだったり、すごいいいシーンもあったんで、本当まあ、この1失点でまず抑えることができたこと、本当これも上福本様々だと思います。でセレッソなんですけども、まあ、ルヴァンもあったり天皇杯もあったり、先週から、ね、お休みなくやってるんですけども、ちょっとそういう部分でミスが、まあ、見える部分もあった、まあ、特に後半なんですけども、パスミスから、ね、危なく失点するシーンもあったんですけども、まあ、最後ね、誰が走ったか分かんないから下がったか分かんないんだけど、あそこ触んなかったら完全に宮代に行ってね、1点コースだったんで、まあ、そこはもう感謝だよね。でセレッソとしては、
もうたなんとか助かった、で徳島としては決めたかったところですよね。まあ、けど、この試合そうね、まあやっぱりセレッソとしても、まあそのまあ、ルヴァン終わってから、まあ、この短い期間で修正はできたのかなと思うし、まあ、ただ、疲労っていうところでは隠せないと思うんで、まあ、正直セレッソに関しては自説、まあ、もちろんね、この後名古屋さんも出てくるんですけども、自説だなと思いますね。はいね、ってだけで、徳島とセレッソは、トトの結果は2となりました。で続いて、名古屋対柏のゲームなんですけども、まあ、このゲームは完全にもうゴールキーパーのセーブ合戦みたいな感じだよね。まあ、特にやっぱり名古屋に関してはもう相当疲れは来てると思うんですけど、まあ、その中でも、まあ、ランゲラック中心にしっかりと集中して守れてましたし、といって柏も、まあ、2失点はしましたけど守りきれてなかったわけじゃない。まあ、スンギもすごいいい構成も見せてたし、ゴールキーパーに魅力を感じるのってやっぱこういうゲームなんだろうなと思いました僕は。はい、でその中で、名古屋の2ゴール、まず1点目守備不足のゴールなんですけども、まあ、稲垣とうまくワンツーで、まあ、でまあそのワンツーから1本目でシュート打つと思っちゃった、スンギュで、もうあそこで完全体勢崩したらもう完全守備不足のもうゴールですよね。冷静に最後まあ流し込んだなっていう感じでした。はい、だからもう結構ね動画でもね守備不足のこと聞かれたりしたんですけど、まあその一歩目だったりワンツーでの抜け出しとかボールに対する予測はすごく多分 J の外国 J でプレーする外国人の中でも突出してると思うんで、そういう部分ではすごく怖い選手だなと思いました。でまあ本当例えばその抜け出しの部分だったりでこういうワンツーでの受ける部分だったりも本当いいところにいてくれるんで、本当に攻撃陣で点取りたいときにかゆいところに手が出たときに守備につくと覚えておくといいかもしれないですね。で2点目の中谷のヘディングシュートなんですけども、完全にこれも柏の守備陣の穴っていうか、そうセットアップレーの時大体穴ってできるんですけど、その穴をしっかりとついた、まあ、ゴールだったなと思います。本当うまいゴールでした。まあ、中谷選手ね、まあ、元柏の選手ということでフルス対戦でガッツポーズした後ね、どう謝ったっていう記事も読んだんですけど、いやこうやってねフルスをね大事にする気持ち本当大事よね。まあ、もちろん今日ね僕も FC の試合見に行ってたんですけど、権田選手がね挨拶来た時に、まあ、こうやってフルスを大事にする気持ちってすごく重要だなというふうに思いました。でまたシャベル選手のねクロスもすごいいいボールも上がってたし、いやー本当は1回シャビエルはいいなーと思いましたね。欲しいね。ということで、トトの結果は、名古屋勝利なので1となりました。続いて、広島対、鹿島、1対4なんですけども、まあ得点シーンをすべて振り返ると、まあアルトゥール回帰に関してはまあゴッツさんゴールナイスゴールなんですけど、個人的にちょっと注意してほしいのが1点目、結構ああいう流れのこういう1点目のゴールって結構真似したがる人多いと思うんだけど、これは本当怪我するパターンもあるゴールなんで、だって多分鹿島のファンサポーターの皆さんもこのゴール良かった、入って良かったって思う人もいっぱいいると思うんだけど、その中で一瞬ヒヤッとしたと思うの。それが合わせた後に芝にスパイク引っかかってんのよ。あれで膝やることもあるから、それだけ本当気をつけてほしいね。俺すごいそう思いました。ハイライト見て。で、まあ、その後2点目。はい、2点目の常本はもうゴラッソでしょ。もう今節のベストゴールをね、あげるならもう常本絶対入ってくる。で、もうね、もう、ドライブ気味でしょ、スロンって感じでこするんじゃなくて、こするんじゃなくて、デュルンって感じでこすってっからもう、足首当てるんですもん、デュルンっていってっからもう、ああ、もう、俺の好きだね、ドライブシュートっすね、常本のは。そう、今までドライブシュートっていうか、俺の中で好きだったのは、大久保嘉人の、こう、アウトっていうか、こう、シュートなんだけど、ドライブシュートなんだけど、あれはもう、ズゴンって感じだったから。けど、常本のは、デュルンだから、もう、でも、舐めるようにも、デュルンって言ってっからさ、これ好き。
もうこの表現使っていいからね本当に。で、広島の1点、うん、あのエゼキエを決めたゴールなんですけど、あれに関してはもう、あのどうしようもないよ、うん、ごめん鹿島の肩持つわけじゃないけど、あれはもうね、うん、もう流れからそのまんま行っちゃってるんで、でスンテも、スンテさんも、もう左に行っちゃってたから、もうあって感じだったの、きっとね、やられたって感じだったの。でさらに後半もう、アラのルーレットあれよ、あれすごいね、うん、でその後、まあ会期もよく合わせたと思うし、もう今日この日2点目2試合連発のゴールなんですけども、いやあれもすごかったなと思うし、でやっぱりまあ本当ね、この人初出場の荒木選手10代での、2桁得点おめでとうございます。いやまあ PK にはなったんですけどね、うん、まあけど本当この試合を象徴するPK のシーンでしたね、うん、審判も、この日の試合、ね、すごいコントロール難しかったと思うんですけど、ね、本当一つ本当に言わせてもらえば、前半47分、前半のロスタイムのシーンか、大乱闘だったでしょ、その前も別に揉めたでしょ、うん、審判どうこうじゃなくて自分だったら気持ち熱がこもってるのは分かるんだけど、それを悪い形で出しちゃダメ。特に野上と関川に関しては大反省でしょ、うん、そう、もちろんお互い悪いところあるんだよ、うん、でその後もちろんイエローカードお互い出されてたけどね、一つ言いますよ、子供たちが見に来てる試合の中で乱闘騒ぎって絶対起こしちゃダメよ、うん、そう、要はね、別にこの試合だけじゃない、他の試合もそうだね、子供たちも見に来ている、要は、要はお手本なわけよ、選手たちっていうのは、そう、ピッチに立ってる選手たちっていうのはお手本なわけだから、そこ理解してほしい、うん、俺やっぱりもう初期一時期コーチはしたからあれなんだけど、本当まず子供たちの見本になんなきゃいけないわけだから、少年サッカーのコーチもそうだし、プロの選手たちもそうなわけだから、あんまりねこういう乱闘騒ぎはねよろしくないなと思いました。というわけで、トトでは、トトの結果は2となりました。さあ、続いて、福岡対大分の、バトルオブ九州、なんですけども、1対0、福岡が勝ちました。で、まあ、ジョン・マリ選手のゴール、まあ、これもシッチーがいいのあげたね、本当にもうシッチー本当いいよ、うん、なんで山がシッチーを出してしまったか俺もわからないけど、本当シッチーのクロスからもうしっかりジョン・マリが合わせてね、ゴール入ったんですけど、この試合もねちょっとちょっとあったんじゃない、奈良と大分の誰だっけ、あれ、野村か誰かがさやり合ってたんだよね、そう、伊佐か野村がやり合ったんだよね。でその前に前半の40分かな、ジョン・マリがさそう、選手が倒れてたんだよね、福岡の大分の選手が、で試合が止まったと思ってリフティングしちゃったんだよねそれが試合止まってなくてさそうで長谷部監督ブチギレって事件があったけど、うん、まあ、その後ジョン・マリ大分の方に行ってね、ちょうどそう奈良が倒れて審判イエポンさんが対応してる時にジョン・マリ叱って大分の方にも謝りに行くっていうね、ちょっとダゾーンの方ではなかなか見れないんだけど、多分この試合多分博多の森行ってた人は多分見てるんじゃないかなと思うんだけど、いやー本当まあ、もちろんね大分最後の方を押し込んで惜しいシーンもあったし、長澤も合わせてあと一歩ってところもあったんだけども、やっぱりそこ村上しっかり集中して止めることできてましたし、うん、まあ、本当、まあ、バトルオブ九州本当熱い試合でね、うん、まあ、本当面白いゲームになったんじゃないかなと思います。ということで、トトの結果は福岡勝利で1となりました。で続いて、札幌対湘南1対1のドローゲームなんですけども、まず、札幌の得点、それから青木選手が詰めたんですけど、流れるようなパスワーク本当見事でしたね、はい、
で、あの最後須賀選手からの折り返しをね、しっかりと青木選手が決めたんですけども、まあ、ここもまあうまいなと、もうただただうまいとしか言えないですね。で、まあ、その後ね、結構湘南も詰めてて、で、本当ね、高峰選手下手したらオウンゴールっていうね、危ないシーンもあったんですけど、あそこオウンゴールにならなくてよかったな。ただその後ね、湘南ね、同点ゴール、そう、決まって、まあ、あれも入ってよかったな、入ってよかったなというか、まあ、一瞬本当札幌も好きだよね。で、あのパススピードになかなかついてい、いければ、まあ、ついていくのも難しいと思うんだけど、うん、まあ、結構ね難しいところあったと思います。で、最後もね、結構あの湘南パワープレーで仕掛けてきて、まあ、結構対応難しかったと思うんですけど、なんか守り抜いたところ、まあ、特に大岩選手が抜け出したところね、ポケットになって、まあ、抜け出したんですけど、まあ、しかし杉さん、うん、入ってて、まあ、なんかゴール割れなくて、まあ、なんか札幌としては守れてよかったなというふうに思います。うん、で、多分ね、札幌のファンサポーターヒヤッとしたのが、山田直樹倒れて、PK じゃねえかっていうシーンあったんですけど、あれは多分 VR の、判定員も、ビデオ見せても、あれは無理、あれはもう、ノーファーでも流すのが普通です。あれはあれはね、難しいよ。よく見たら確かにちょっと体寄せてるかもしれないんだけど、直樹もほら体投げ出してるから、あれを PK で取ったらちょっと厳しいよね。だけど本当、まあ、お互いね、まあ、この試合で札幌さん残留決めましたし、まあ、ただ、まあ、ちょっと守備面、やっぱり俺、高峰選手、やっぱボランチでいた方が、うん、いいのかな、そう、って思いましたね。まあ、まだちょっと、まあ、いろいろ札幌さんも残り4試合あるんですけど、まだちょっとメンバー固定で、まあ、固定は、まあ、しない方がいいんだけど、あと、テチッチとかね、見たい選手も、まあ、今日は出なかったんですけど、まあ、今日本当、まあ、チャラも帰ってきて、小頭も青木もいて、うん、まあ、ちょっとやっとね、で、まあ、福森も帰ってきて、やっとこう札幌らしさ、出せるゲーム、終盤でね、見れるんじゃないかと思います。ということで、トトの結果は0となりました。札幌さん、残留おめでとうございます。さあ、そして最後の、ゲームなんですけども、ヴィッセル神戸対、ベガルタ仙台の試合は4対2、ヴィッセル神戸の勝利となりました。まあ、このゲームなんですけども、まあ、最初ね、ヨッチのゴール、まあ、はい、絶好調だね、あいつ、ヨッチは。本当、A 代表あると思うよ、復帰は。ここまで絶好調だったらね、ワンチャンあると思うよ。うん、まあ、ぶっちゃけ東京サポからしたらちょっともどかしい部分はあるかもしれないけど、まあ、けど神戸を選んだ選択っていうのは、うん、正直ありだったなと思う。うん、で、まあ、その後ね、まあ、ヨッチのアシストからもう、ドグラスのボレーはえぐいでしょ。これもね、えぐいね。もう、ズドン。なんか、あのね、ドグラスの、あのミドルを見たときに、多分 FC 東京サポーターだったら、石川直宏の、ビューティフルゴールを思い出すと思う。そう、ノエスタのね。うん、ただ、本当いい位置でしっかりと打ちやすいところにボールを落としてずどんどん弾丸だったんで、あれはぶっちゃけシビルツクも反応しても、うん、そう、スボビクだ、スボビクもあれは反応しても無理だし、あれ難しい、難しい手段だと思います。で、その後ね、1点、返すんですけども、うん、まああれが決まって、まあ、よかったな、って思うのがあれなのか、どうだろう、まあ、マセのゴールなんだけど、まあ、けど本当なんだろう、仙台としてはもう本当負けらんねえっていう戦いで、戦いの中で本当決めなきゃいけないっていう気持ち、それが見えてたゲームだったと思います。90分の中で、アピア・タウイヤーが、ね、2枚目で退場してしまったんですけど、あれは2枚目じゃなくても一発レッドだった可能性はあります。っていうのもヨッチに絡みに行った時に腕がすごい危ない感じで入っていたんで、あれは本当危険な
プレーで一発レッドも辞さないなっていう感じはありました。はい、ただその前にイエローカードをもらっていたんで、審判多分2枚目でレッドを出してっていう形になったんだと思います。アピアタウイは確かまだ若い選手だから、まあ、これまで一つの経験としてね、いい勉強になったんじゃないのかなと。で、その1人少ない中で、後半、国光くんのシュートのこぼれ球、ポストに当たったシュートを、加藤千尋が押し込んで同点になるんですけど、これもね、難しいのよね。これが実際、飯倉くんが少しでも触ってれば、オンサイドで取れるんだけど、これを、ゴールとして見るときに、ぶっちゃけどうなのっていう部分はある。まあ、多分、レビューはあったと思うんだけど、オンサイドでゴールにしたっていうのは、多分、ポストに当たってるから、あれなのかけど、他だったらオフサイドしてるんじゃないのかなとか、これは多分審判の力量によるんだと思います。はい。まあ、その後、神戸ね、もうやっぱり、状況を変える山口ホタルのミドルシュート。やっぱりね、ホタルは持ってんだよ。ホタル、ホタル、持ってんな、もう守ってんな、本当に。本当、素晴らしかったです。で、何より驚きなのが、リンコン今シーズン初ゴール。うん、遅えよ。お前、神戸入ったのいつだよ、お前、本当に。やっとか。やっぱりね、まあ、今日途中交代ですけど、中坂選手。やっぱりすごくね、神戸、イニエスタとか、サンペールとかいる中で、すんごいね、よく動く、センタルな選手なんで、中坂選手もね、正直、このまま活躍続けてくれたら、A 代表で見たいなっていう選手でもありました。というわけで、神戸の勝利なんで、ここは神戸に1がつきました。ということで、最後に順位表がこちらになります。フロンターレが、4試合残して優勝を決めました。そして、マリノス、ヴィッセルと、ヴィッセル勝ちまして、ヴィッセル、マリノス、ヴィッセルとなっておりました。ここまでが、今のところの、ACL 圏内、そして、名古屋、鹿島、浦和、鳥栖、アビスパ、東京となっております。で、まあ、正直、まあ、ここでね、もう次節、まあ順位が入れ替わる位置っていうのは結構あるんですけど、まずヴィッセルと名古屋に関しては、ヴィッセルが次仮に落としたとしても、名古屋勝っても、得失点差で、上回るのはちょっと難しいんで、まあ、ここはこことして、けど多分 ACL 争いはもう完全に浦和までの、4チームに絞られましたね。で、まあ、賞金圏内としては、確か8位までが賞金圏内なんで、ここに関しては、まあ、アビスパ、うち、サンフレッチェ、まあ、セレッソまでが、まあ、セレッソだね、ここまでが多分その8位の賞金圏内の、争いになると思います。で、ぐーっと下を見て、最後、残留争いですね、ここのところ、かなり、大混戦の大混戦の大混戦ですよ。特にボルティスから清水までの差が、勝ち点差が2、もっと言ったらもう大分までも、だからもう多分次節にももしかしたら降格が決まる可能性もなきにしてもあらずで、そういう状況になるためには、まあエスパルスとベルマーレが勝つこと、そう、これでまあほぼほぼ決まってくるのかなと思います。はい、ただ横浜 FC も息吹き返してきてますし、本当最終節までこれ残留争えば分からないなというふうになってきてますね。はい、まあ、けど本当J リーグまだまだ、残り4試合、いろんな争いがあるんで、楽しく楽し本当楽しみなゲームも多いし、本当順位が入れ替わることもありえるんで、熱く見ていければなと思います。はい、てなわけでいかがだったでしょうか。本当ね、新企画って形で、翔介 J1、レビュー賞ということで、今回ね、初めての動画を作らさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。本当全試合本当ハイライトは見て、
で今後は本当ピックアップって形で、試合ちょっとね、長めの動画撮って、もうちょっと徹底的に分析できればいいなというふうに思ってます。そして改めて、川崎フロンターレのファンサポーターの皆さん本当に、2年連続、J リーグ優勝おめでとうございます。本当もうやっぱりもう夏ぐらいもう練習ついてるところでフロンターレの優勝はもう目に見えて分かったんで、もうえげつないよね。本当今節の ところで26勝7負け1敗って、いつかのいつぞやのアースなんですかあなたたちは。強えよ本当に。けど本当こういう強いチームがね、そうこれから いっぱい出てきてくれれば嬉しいなと思うし、もちろん今ね、ACL 争いしてるチームも本当いい選手いっぱいいるし、もちろん高校争いしてるチームも、残念争いしてるチームも本当いい選手いっぱいいるんで、皆さんよかったらね、近くの、皆さんの住んでる町の近、皆さん絶対に住んでる町に絶対に、J リーグ、JFL のクラブとかあると思うんで、ぜひ、足を運んで見に行ってみてはいかがでしょうか。というわけで私ショスケこの人に、ね、SNS 出てると思います。全部僕のチャンネルの概要欄にリンク貼ってありますんで、ぜひ皆さんそちらの方が、チャンネル、フォローの方よろしくお願いします。本当ね。でそして、まあ、レビューショーですかショスケの。ほう、まあまあもうちょっとまあこれから楽しみしてるわと思ったから高評価そしてチャンネル登録とコメントもお待ちしております。皆さんよろしくお願いします。てなわけで今回の動画は以上にしたいと思います。裏のファンサポーターから、低評価の嵐にならないよう気をつけたいなと思います。怖いんだ低評価の嵐が、ね、で明日の朝は金髪野郎来ますんで、はい、もしかしたら金髪野郎来ない可能性もあるんで、はい、その時はその時で、待っていてください。それでは皆さんまた明日、また、明日お会いしましょう。翔介でした。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。ゲームチャンネルもありますので見てみてくださいね。皆さん高評価とチャンネル登録よろしく。